ジョー・ウィルフリード・ツォンガは、フランス・ルーマン出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス18勝、ダブルス4勝を挙げている。自己最高位ランキングは、シングルス5位、ダブルス33位。身長188センチメートル、体重91キログラム。右利き、バックハンドストロークは主に両手打ちだが、時折スライス以外でも片手打ちする。2008年全豪オープン男子シングルス準優勝。2011年 ATP ワールドツアーファイナル準優勝。マスターズ1000優勝2回。ツォンガはすべてのグランドスラムでベスト8進出を果たしている数、少ない現役選手の一人であり、グランドスラム通算でビッグ4全員に勝利した初の選手である。ツォンガはフランス人の男子テニス選手として、リシャール・ガスケやガエル・モンフィスらと同年代に位置している。ツォンガの醸し出す独特な雰囲気から、テニス界のモハメド・アリと呼ばれることがある。プロサッカー選手のシャルル・ヌゾクビアは、ツォンガのはとこにあたる。ツォンガの父親は、コンゴ共和国から移住した元ハンドボール選手で、母親は、フランス人の教師であった。ツォンガはジュニア選手時代、2003年全米オープンのジュニア男子シングルス決勝で、マルコス・バグダティスを7から6、6から3で破って優勝したことがあり、2004年からプロテニス選手になった。ところが、ツォンガはプロ転向直後から数多くの病気に悩まされる。2004年11月から2005年3月まで椎間板ヘルニアを患い、2005年後半から2006年にかけては右肩、背中、腹部などの故障を抱えたため、テニスツアーへの出場さえおぼつかない時期が長期間続いた。ツォンガが初めて世界的な知名度を獲得したのは2007年ウィンブルドンの4回戦進出である。この大会ではツォンガは世界ランキング110位から勝ち上がり、4回戦で少年時代からのライバルの一人だったリシャール・ガスケに敗れた。この頃からツォンガの雰囲気はモハメド・アリに似ていると評判になったという。続く全米オープンでもツォンガは3回戦まで勝ち進んだが、この時の2回戦でティム・ヘンマンの4大大会最後の対戦相手になっている。長年イギリスの国民的英雄だった33歳のヘンマンは9月中旬のデビスカップワールドグループプレーオフイギリス対クロアチア戦を最後に現役を引退することを表明していた。そのヘンマンを7から6、2から6、7から5、6から4で破ったツォンガは、続く3回戦で、第2シードのラファエル・ナダルに6から7、2から6、1から6で敗退した。10月に、母国フランスでの南フランスオープンのダブルスで、同国のセバスチャン・グロジャンと組み、男子ツアーのダブルス初優勝を果たす。ツォンガは、全豪オープンで旋風を起こし、世界ランキング38位のノーシードから決勝に、勝ち進んだ。1回戦で第9シードのアンディ・マリーを破った勝利から始まり、4回戦でライバルのガスケ、準々決勝でミハイル・ユージニーを破ると、準決勝でも第2シードのナダルを6から2、6から3、6から2のストレートで破り、旋風を沸き起こした。ツアー経歴で最初のシングルス決勝進出をグランドスラムで決めた選手は、1997年全仏オープンで、世界ランキング66位から初優勝したグスタボ・クエルテン以来の快挙となった。決勝では準決勝で世界1位のロジャー・フェデラーを破った第3シードのノバク・ジョコビッチに6から4、4から6、3から6、6から7で敗れ、この大会の準優勝者となった。全豪オープン終了後、ツォンガは男子テニス国別対抗戦、デビスカップフランス代表選手に初選出され、ワールドグループ1回戦の対ルーマニア戦で代表デビューした。ところが、デビスカップのシングルス第2試合のアンドレイ・パベル戦で、右膝の故障に見舞われ、全仏オープンとウィンブルドンの出場を断念する。その後全米オープンから復帰し、第19シードとして、トミー・ロブレドとの3回戦まで進出した。全米オープン終了後のタイオープン決勝で、ツォンガは全豪決勝で敗れたジョコビッチを7から6、6から4のストレートで下し、男子ツアーのシングルス初優勝を果たす。初来日となったジャパンオープンテニス選手権では、ビクトル・トロイツキとの3回戦を途中棄権したが、10月末のパリマスターズ決勝でダビド・ナルバンディアンを6から3、4から6、6から4で破り、マスターズでも初優勝を決めた。これにより、ツォンガの世界ランキングは7位に上がった。男子ツアー年間最終戦のテニスマスターズカップにも初出場したが、ここではラウンドロビン敗退に終わっている。ボルドーチャレンジャーでのツォンガ2009年度の成績は、全豪オープンはベスト8で止まったが、全仏オープンと全米オープンで初の4回戦進出があった。10月第2週に、ツォンガは2年連続2度目のジャパンオープンテニス選手権に出場し、第2シードから大会初優勝を果たした。2010年の全豪オープンで、ツォンガは2年ぶり2度目のベスト4に勝ち上がった。準々決勝では2年前の同大会決勝戦で敗れたジョコビッチを7から6、6から7、1から6、6から3、6から1で破ったが、続く準決勝で第1シードのフェデラーに2から6、3から6、2から6で完敗し、2年ぶりの決勝進出はならなかった。ウィンブルドンでは準々決勝で第3シードのフェデラーを3から6、6から7、6から4、6から4、6から4の大逆転で破り、自身初の準決勝進出を決める。準決勝では第2シードのジョコビッチに6から7、2から6、7から6、3から6で敗れた。全米オープンでは、初のベスト8に進出。準々決勝ではフェデラーに4から6、3から6、3から6で敗れた。9月のモデールオープンでは、決勝でイワン・リュビチッチを 6-3、6-7、6-3 で破り2年ぶりのツアー6勝目を挙げた。最終戦の ATP ワールドツアーファイナルで初めての決勝に進出したが、フェデラーに 3-6、7-6、3-6 で敗れた。2011年の ATP ワールドツアーでエース数825本がツアー1位にランクインされた。開幕戦のカタールエクソンモービルオープン決勝でガエル・モンフィスを 7-5、6-3 で破りシングルス8勝目を挙げた。しかし、全豪オープンでは4回戦で錦織圭に6から2、2から6、1から6、6から3、3から6で敗れた。2月27日付のランキングで自己最高の5位を記録している。全仏オープンでは自己初のベスト8に進出した。準々決勝では第1シードのジョコビッチに 1-6、7-5、7-5、6-7、1-6 でマッチポイントを逃して敗れた。ウィンブルドンでは2年連続のベスト4に進出し、準決勝でマリーに 3-6、4-6、6-3、5-7 で敗れた。2012年7月のロンドン五輪で五輪に初出場した。シングルス2回戦では、ミロシュ・ラオニッチに3から6、6から3、25から23で勝利した。試合時間は3時間57分で、ゲーム数の66は、逸話最多記録となった。準々決勝で、ジョコビッチに1から6、5から7で敗れた。ミカエル・ロドラと組んだダブルスでは、準決勝で、スペインのフェレイル、カイ・ロペス組に6から3、4から6、18から16で勝利し決勝に進出した。決勝では、ブライアン兄弟組に4から6、6から7で敗れはしたものの銀メダルを獲得した。年間最終ランキングは6位だった。全豪オープンでは準々決勝で、フェデラーにフルセットで敗れた。2月の地元、フランスでのオープン13の決勝で、トマーシュ・ベルディハを破り、シングルス通算10個目のタイトルを手に入れた。全仏オープンでは準々決勝で、フェデラーに7から5、6から3、6から3で勝利し、地元の全仏で初めてベスト4に進出。準決勝で、ダビド・フェレールに1から6、6から7、2から6で敗れ、地元の全仏での決勝進出はならなかった。2014年5月14日、BNL イタリア国際2回戦にて、通算300勝を達成。フランス人選手通算勝利数第10位となった。この年は、グランドスラムは、すべて4回戦敗退だったが、8月のロジャーズカップにおいて3回戦で、ジョコビッチを、準々決勝で、マリーを、決勝で、フェデラーを 7-5、7-6 で破り、マスターズ2度目の優勝を果たした。またデビスカップでも4年ぶりに決勝に進出するが、フェデラーとスタン・ワウリンカ擁するスイスに敗れ、準優勝となった。2015年全仏オープンでは4回戦で第4シードのベルディハ、準々決勝で第5シードの錦織圭に6-1、6-4、4-6、3-6、6-3のフルセットで勝利し、地元の全仏での2年ぶり2度目のベスト4進出を果たした。準決勝では、ワウリンカに3-6、7-6、6-7、4-6で敗れ、またしても地元の全仏での決勝進出はならなかった。上海マスターズでは準決勝で、ナダルに6-4、0-6、7-5で勝利し、決勝進出。決勝で、ジョコビッチに2-6、4-6で敗れた。2016年は、ウィンブルドンと全米オープンでベスト8入りした。モンテカルロマスターズでは準々決勝でフェデラーを下して4強入りしたが、準決勝でガエル・モンフィスに敗れた。リオ五輪にも出場したが2回戦敗退だった。エルステバンクオープンでは準優勝だった。2017年全豪オープンでもベスト8入りし、自身初めての3大会連続ベスト8入りを果たすが、準々決勝でワウリンカに敗れた。2月のアムロ世界テニストーナメントの準決勝でベルディハに勝利し、ツアー通算400勝を達成した。決勝ではダビド・ゴファンを下し、優勝した。続く、オープン13でも、決勝でデュカプイユに勝利し、2週連続優勝した。怪我の影響もあり、BNP パリバオープンから BNL イタリア国際までは、結果を残せなかった。それでも、リヨンオープンでは、決勝でベルディハに勝ち、優勝を飾った。夏から初週にかけても苦戦したが、10月のヨーロピアンオープンで優勝した。11月にはフランスのデビスカップ優勝に貢献した。全豪オープンは3回戦敗退だった。南フランスオープンの準決勝で途中棄権すると、4月3日に膝の手術を受けた。クレーシーズンに復帰予定だったが、リハビリが長引き、全米オープンまで欠場した。5月28日には2007年8月以来のトップ50以下になった。9月のモゼールオープンで復帰したが、1回戦で敗退した。ヨーロピアンオープンで復帰後初白星を挙げた。2回戦で敗れると、その後勝利することなくシーズンを終えた。11月4日付の世界ランキングでは262位まで下落した。年間最終ランキングは239位だった。年始のブリスベン国際では4強入りした。全豪オープンは2回戦敗退だった。南フランスオープンでは決勝でエルベールを6-4、6-2で破り優勝を果たした。モンテカルロマスターズは腰の問題で1回戦を途中棄権した。5月初めのボルドーチャレンジャーで復帰したが、続くムチュアマドリードオープンは1回戦を棄権した。全仏オープンでは2回戦で錦織圭に敗れた。パワフルで重いフォアハンド、強力なサーブを武器とするオールラウンドプレイヤー。サーブは最速時速 237km を記録している。ネットプレーもうまく、リズムに乗ると最強プレイヤーであるジョコビッチやフェデラー等を破る爆発力も持っている。シングルス1、編集シングルス1、編集シングルス3、編集ダブルス1、編集ダブルス1、編集4大大会、編集略語の説明 W= 優勝、F= 準優勝、SF= ベスト4、QF= ベスト8、R= 回戦敗退、RR= ラウン敗退、Q= 予選回戦敗退、LQ= 予選敗退、A= 大会不参加、P= 開催延期 WG= デビス、Z= デビス地域ゾーン、PO= デビス、G= オリンピック金メダル、S= オリンピック銀メダル、SF、B= オリンピック銅メダル、NMS= マスターズシリーズから降格、NH= 開催なし。2009年ウィンブルドン2回戦の不戦勝は、通算成績に含まない、大会最高成績、編集世界ランキング、編集、ありがとうございます。